普段どんなピックを使ってますか？のピックはこのジャズ3ですね。 1.14 のトーテックス、これを使ってます。こうまとめ買いしてどれぐらいの10年ぐらい使ってますかね。めちゃくちゃ使いやすいです。で僕この初心者の頃に結構ね、いろんな種類めちゃくちゃ引き倒しておにぎりタイプとかいろんな材質やったんですけど、やっぱ圧倒的にジャズ3でしたね。これ絶妙なんですよね。いい感じにしなるし、まあ、耐久性もあるしみたいな。あとこう握った時の質感というか、なんかこう滑りすぎるのはもちろんダメなんですけど、滑らなさすぎるのもダメなんですよね。ピックってデメリット言うならちっちゃすぎて、ちょっとカッティングがね慣れるまで大変なんですけど、まあ慣れればいけるんで、特にあの早弾きとかメタラの方にはおすすめの1枚です。